コミックマーケット74、君の美術館が送るモノローグ第2幕。皆様いかがお過ごしですか。拙いものではございますが、イメージクリップをご覧ください。親分、いい加減でかい盗みをやるっていうのに単純に窓から入っていくのはやめましょうよ。ちょっとでも捕まるなんて考えているんだったら来なくたっていいんだぞ、ブリジット。仕方ないですね。いいか、ブリジット、エレガントって言葉を知っているか。俺の盗みはいつだってエレガントだ。エレガントな盗みに小細工なんていう言葉はないのだよ。静かにして、聞いてくれました、私こそが大怪盗ジェラールでございます。まあ泥棒さんだったのですね。ここにあるものでよろしければ差し上げますので、できれば乱暴はよしてください。乱暴なんてするはずないさ、もしかしてこの俺をご存じない。俺はジェラール、大怪盗ジェラールだ。大事なことだから2回言ったぞ。どうだ、これでも知らないってのか。申し訳ありません、でも本当に知らないの。未来の晩酌いただいてさっさと帰りましょうよ。ああそうだったお嬢さん、晩酌は一体どこにあるんだい。そうですね、何か面白い話をしていただけたらお教えいたしますわ。